富山テレビ放送株式会社は富山県を放送対象地域としたテレビジョン放送の特定地上機関放送事業者である。通称は富山テレビ、略称は BBT。コールサインは JOSDTV で FNN 系列の民放テレビ局である。開局当時の略称は機関局のチャンネル番号を用いた T34 であった。この他タブ、トゥス、 UTV などの案もあったが、チャンネルを象徴した、得意性のあるものとして T34 が選定された。現在の略称はベストビーイング、富山テレビジョンから来ている。東海テレビ放送が21.0%、中日新聞社が19.9%の株式を保有、北陸中日新聞及び朝日新聞と協力関係にある。また、 北日本新聞との共済行事も多いほか、富山新聞とも天気予報の番組スポンサーとなるなど、友好関係にある。本社社屋は、分譲開始前の分譲住宅地や、水田の一部を買収して建設された。かつて、富山テレビの社屋横に、煙突状の大きな電波塔があったが、現社屋造改築で6階の屋上に新電波塔が設置されたため、役割を終えて取り壊された。 開局から CI 導入までは T34 と山テレビという赤いネオンサインが縦に取り付けられていた。富山テレビのロゴは CI 導入時のロゴで3代目。初代は開局時から用いられたもので2代目は現行のロゴより若干太めにデザインされている。県内に設置されている中継局の表札に用いられている富山テレビのロゴの大半は2代目のものである。 CI 導入まで赤い円、アリイソの海に映える太陽、白、霊峰立山の白雪、緑色の線形、腰地を彩る緑や、を表したマークが存在した。1970年頃から1990年頃に、かけては、静止画スライドで番組案内や道徳啓発を CM の空き時間に流していた。また、2008年8月1日より、デジタル放送において、 曲ロゴのウォーターマーク表示を開始。当初はかなり大きかったため、8月11日正午からは縮小された。ミュージックフェアは、サクランボテレビジョンが1997年の開局と同時にネットを開始するまで、本州日本海側の富士テレビ系では、唯一のネット局であった。また、目覚まし度、曜日が2018年4月から2020年3月まで、 系列局で唯一7時からの飛び乗り放送となっていた。フジテレビ系列のアニメ枠、ノイタミナについては、北陸地方及び本州の系列局では唯一放送実績がない。また、ノイタミナ以外のフジテレビ系列のシンやアニメについても基本的には放送されない。その一方で、じゃ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 んは、制作局のフジテレビ以外では最初にネット開始した。 地上派ネット局であった。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図2011年7月24日、低波時点アナログ時代は、チャンネルポジションを5もしくは12に設定する過程が、 多かった。太字は、字幕放送。系列曲制作番組及び、遅れネット番組を記載。TBS 系列チューリップテレビ開局まで、丸は、チューリップテレビに行こうテレビ朝日系列テレビ、東京系列その他、マスコットキャラクターは、B ちゃん。開局当初は、ゆうちゃん坊やというキャラクターを使用していた。ABCD 日本民間放送連盟。 日本民間放送年間99平成11年版、貢献出版、1999年11月26日。ABCDEFG 日本民間放送連盟、日本民間放送年間2019貢献出版、2019年11月25日、345ページ。期間放送事業者の議決権保有状況等、地上系放送事業者。 総務省電波利用ホームページ、富山テレビ20年の歩み21ページ、富山テレビ20年の歩み19から20ページ。ただし、1981年10月から1983年9月までの2年間は放送中断していた。2015年3月14日は、北陸新幹線、長野金沢管開業に伴う特別編成のため、臨時フルネットを実施した。 2018年3月24日及び2019年6月29日もフルネット。富士テレビ系フルネット局では他に沖縄テレビのみ。クロスネット局も含めてもテレビ大分とテレビ。宮崎のみ。総務省電波利用ホームページ。総務省。2017年6月20日閲覧。日本民間放送連盟。日本放送年間78広文社。 1978年12月199から200ページ。日本民間放送連盟、日本民間放送年間92貢献出版、1992年11月298ページ。日本民間放送連盟、日本民間放送年間2003貢献出版、2003年11月319ページ。 ABCDEFGHIJKL 富山テレビ放送非常勤取締役 AB 富山テレビ放送監査役富山テレビ放送代表取締役社長富山テレビ放送常務取締役富山テレビ放送代表取締役副社長富山テレビ放送専務取締役,富山,取締役富山テレビ20年の歩み15ページおよび131ページ ABCDEF 富山テレビ20年の歩み132ページ。富山テレビ20年の歩み27ページ。富山テレビ20年の歩み134ページ。富山テレビ20年の歩み144ページ。富山テレビ20年の歩み145ページ。富山テレビ20年の歩み147ページ。北日本新聞1997年11月26日付長官27面。今日から。 字幕番組を放送富山テレビより、富山新聞2019年6月4日付27面、富山テレビと富山 FM が災害協力協定を締結より、北日本新聞2020年5月16日付6ページ、開局50年史を発行より、 最後に放送された TBS 系列の番組は前日の3月31日の13時13時55分放送のそれゆけマーシーであった2012年10月より定期放送開始当初は土曜正午に放送していたが2013年4月から2016年3月まで金曜未明の放送同年4月からは火曜未明の放送に移動 2017年10月に一旦打ち切られたが、2018年4月に放送再開。2019年1月5日放送開始。富山県における島次郎シリーズは、2007年3月にチューリップテレビが島島虎の島次郎を打ち切って、以来11年9ヶ月ぶりの再開となる。 富山テレビ20年の歩み55ページ富山新聞1989年3月11日付、テレビ欄より、北日本新聞1992年4月5日付長官、テレビ欄。マイプレ最新、内田桃花情報、北日本新聞1973年6月2日付長官、テレビ欄。 富山新聞、1979年8月3日付長官テレビ欄より、アニメージュ1978年10月号1978年、徳馬書店、全国放映リスト P48 と、アニメージュ1979年3月号1979年、徳馬書店、全国放映リスト P47 から2000年までは、北日本放送でネット、 地上デジタル放送では2009年まで SD 映像だったが2010年よりハイビジョン化。ただし2013年以降はネットされていない。北国新聞1978年3月26日付長官、テレビ欄。北国新聞1978年4月2日付長官、テレビ欄。 北日本新聞1973年2月26日付長官テレビ欄より、新婚さんいらっしゃい。の前、番組として月曜19時台前半に放送されていた。話題の鬼滅の刃アニメシリーズ全話一挙放送決定。北国新聞1970年2月22日付長官テレビ欄より、 ABCDNHK ウィークリーステラ1997年6月13日号、全国アナウンサー名館、NHK ウィークリーステラ2001年11月23日号、全国アナウンサー名館富山新聞2019年2月1日付16面、富山県内民放テレビ3局の歩みより、ありがとうございます。